ワスプ -15B は2009年に発見された太陽系外惑星である。地球と太陽の間の20分の1の軌道を1年より1%だけ多い光転周期で光転する。質量は木星質量の半分程度であるが、半径は50%近く大きいため、惑星の密度はわずか水の4分の1程度である。2019年、世界中のすべての国、 または地域に一つの境外惑星系を命名する機械を提供する IAU100NM e x ワールズプロジェクトにおいて WASP-15 と WASP-15B はコートジボワール共和国に割り当てられる境外惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでコートジボワール国内での選考。 国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、ワスプ -15B は、アサイ、ハット P-14 は、ニャミエンと命名された。アサイは、コートジボワールに住むアカン族の伝承で大地を、司る女神を表し、 にゃみえはアカン族の伝承で、創造の神を表す。ウィキメディアコモンズには、Wasp-15b に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。